なんだっけ、タイトル。最近ね、売名、あ、売名してないんだよな。すげえ汚ね汚ねって言われたよね、ゲップ。はじまきおしろうが動画に映ってるだけで、それはもう立派な動画です。パート1。すごいね。すごいですね。コメント。見に行くか。な。ゲゲップ鉄の風船の異名を持つってね、ビッグマムじゃねえよ。もう月報当然でするようになったらやべえな。まあいいか。メガネにむちゃくちゃ炭酸がつくからね。すごい。ああ、なんかチャーハンの味がする、ゲップが。すごい、おっぱいのなんか物理シューティングじゃねえよ、なんか物理エンジン作ってる人がする。すごいな、これを作るまでにどれくらいの時間がかかったんだろうな。うん、すごいわ。うざすぎでしょ。いやもうね、開き直り系 YouTuber なんですよ、僕はもう。夏も夏休みだよね。でもね、はじまきおしろう何かしてくれるんじゃないかなと思ってる人は多分ゼロ人。俺でさえ思ってなかった。まあ何もしないです。まあ僕は、夏休みに入ってからもう6日も動画撮ってないのかな？違う、5日か。5日動画撮ってねえのかな？どうなんだいそこんとこ。5日ですね。ほぼ5日撮ってません。またですよ、はじまサボりですよ。前は1週間ですよ。でね、あ、まあこれの撮る前のね、まあちょっと今日の夜、まあ9時間前くらいに動画撮ろうかなと思ったら、フィッシャーズの感想動画だけだったから、あ、これは出せねえって思って、まあこの動画なわけですが、フィッシャーズの感想動画もすごい遅れてますけどね。ジジイかよってくらいにね、ジジイの流行みたいな遅れ方してますね。わ、くせえ、五目だ、五目チャーハンの匂いがする。いやー、その、落語ロボットヘキゴはきつすぎだよな、さすがに。ヘキトラハウスさんの世界観とかじゃなくて、普通に、なんだろうな、難しい面白さだよね。いや、もう普通につまんねえって言おうぜ。俺の方が面白いよ、その動画に関しては。うん、それ以外は勝ってるの、いや、俺の方が面白い。いや、でもなんか強いんだよなぁ、ヘキトラハウス。あの3人が揃ったら最強なんだもん、三重士だよ。ヘキトラ三重士って3人しか多分いないと思うけどさ。ヘキトラ三重士強すぎなんだよ。だから、ヘキコさんの編集、まあ、だし、相馬さんも編集、面白い編集できるでしょ。最近誰が編集したか知らないけど、分身したらもう面白いしさ、面白い編集ができるんだよ。YouTube の編集っていうかさ、ラファエルさんの編集っていうのはなんかさ、テレビじゃん。もう完全に。なんかテレビパクってる YouTuber みたいなね、編集だけどさ。だからテレビ向けだよね、ラファエルさん。テレビだよね。でもなんかその YouTuber の編集っていう言い方じゃないけどさ、面白いじゃん、あれは。その、YouTuber の域を超えてるか、編集があそこまで主流になったっていうのもすごいけどな。YouTube。今その中で俺はわざと時代を逆行化するかのように、ただね、だらだらと動画を流してるだけでね。まあ、これは僕のね、ビログですから。うん、世界一品のないビログということでね。うん、ちょっと平国は。最近ひどいな、ゲップにヘニ。次はなんだ？お前、ゲップにヘニ。ゲロか？ダメだよ。ゲップに、へえはギリギリセーフ。これから規制されていくかもしれない。でも、ああ、五目チャーハンの匂いだ。不快じゃの。
いやまあね、ちょっとどうでもいい話するんで皆さんよく聞いてくださいね。まあ今日夜、まあ9時間前ですよ。ちょっと超お腹すいなーと思って、普通に飯食ったんだわ。飯食ったんだけど、飯食おうと思ってね、おにぎりが食いたくなったんですよ。でなんでおにぎりが食いたくなったかっていうとね、おにぎりが食いたくなったから、まあ多分アニメでおにぎりのなんかね描写があって、うわ食いてえなって思って、だから食いたって 食おうとしたんだろうけど、食おうと思って海苔探したらなかったわけよ。で冷蔵庫のやったら見つかったんだな、海苔が。そしてびっくりしたことに、賞味期限がね、賞味期限ですよ、賞味期限ってね、賞味期限キリンみたいな ね隠れ期限キリンじゃん、そんな期限キリンの意思を受け継いだ海苔じゃんそれは。いやちげえよ、賞味期限の話だよ。賞味期限はね、もう期限キリンの、俺も三能物語で話した期限キリンって、期限キリン、期限キリン、キリンの意思を受け継いで賞味期限っていうね、賞味期限、賞味期限だよな、賞味期限っていうね。3年過ぎてたんでびっくりした、それだけ。3年過ぎてたんだよ、3年過ぎた、まあ、3年が経っていて、賞味期限2015年ってことで、アホかって思って食えなかったんですけど、うん、やっぱ俺んちってやっぱね、あのバカなんですよ、バカだから買うだけ買って腐らすんですよ、よくある。もううちはバカだからね、本当にそこなんとかしなきゃダメだよ。うん、食材をね、もったいないことばっかしてます。あ、爪ギリギリ綺麗、よく見たらむちゃくちゃ汚いけどギリギリ綺麗。この透明で見たらさ、あー透明でも普通にベースが汚いんだよな。俺も爪の色から、爪の色が汚い。もう爪の中のさ、俺体描くんですよ、なんでかゆいから書くんですけども、最近風呂入ってるから、最近ちゃんと風呂入ってるんですよっていうね、すごいなーっていう報告の仕方、すごい報告ですよね。逆にもう歯磨きはしてませんけどね、毎度のことながら、毎度毎度の歯磨きはしてませんけど、まあね、風呂入るようになったんですよ。いででででで、あ、またできも、あ、あんま見せちゃダメだなと言いつつ全然見てる、嫌だな、まあいいか。じゃあこうね、いや見せたくない、恥ずかしいじゃんこれ、出来物ができてんだよ。でさ、これ下手したらプライバシーポリシーに引っかかっちゃうかもしれないじゃん。引っかかんねえか、出来物の一つや二つで。うん。まあ、堂々とするか、もう堂々としてやるよ、見ろ見ろ、これだ、これ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 、それは違うだろ。なあ。いや、なんでこんな五目チャーハンの匂いがするんだよ。五目チャーハンのキノコ強めの匂いがするんだ。くせえんだ。癖になってんだ、癖になることをね、もう適当ですよね、うん、雑に笑いに取りに行ったね、キルアのモノマネっていうね、キルアの替えゼリフっていうね。はい、今日はこの辺にしとこうかなって、全然この辺にしないんだけど、うわー一気に水飲んだわ、トイレ行きたくなった、トイレ行きたくなったな、すごい適当ですね。はい、バイバイ。